こんにちは、アーサです。ネタバレなしで感想を語っていくシリーズになります。今回の作品はこちらです。デスペラドロップス、 D3 パブリッシャーから2023年11月に発売された作品です。ヨーロッパを舞台としていて、ローマ旅行に訪れたヒロインがとある事件に巻き込まれ、無実の罪を着せられながら突如6人の犯罪者と逃亡者として身を追われるというお話になります。今回のこの作品、もうすごいね、物語の展開が激しくて、もうスピード感がありつつも、こう関係性を描く過程がめちゃくちゃ丁寧で、あらゆるところに行き届いていた高クオリティな作品でした。良かった点、合わなかった点ははっきり言うのでご了承ください。大したネタバレはありませんが、少しでも嫌な方はご注意ください。それではデスペラドロップスについて言いたいことを3つにまとめました。それぞれお話ししていきます。1つ目、家庭丁寧すぎて良い。この作品で良かったのは、キャラと関係を築く過程がもう丁寧すぎるほどじっくり描かれていたことです。最初はキャラたちが優しさのかけらもなくてギスギスしていて、本当好感度ゼロからのスタートで、もうどうなるかなって思ったんですけど、こう少しずつキャラたちの考え方が変化して、徐々にこう距離が近づく過程っていうのは、もうそれは丁寧で、あの自然と惹かれ合うキャラたちにすごいドキドキしたし、もうすごく面白かったです。無駄にこう恋愛をちらつかせずに、こう真っ向勝負な関係の築き方がもう本当素晴らしかった。ただ、まあ、その分共通ルートがめちゃくちゃ長いんで、あの時間ない時はこうなかなか発展しない展開にちょっとねもどかしく感じるかもしれないです。2つ目、システム神、楽しむ要素満載。ストーリー以外にも楽しませる要素がねかなり充実してました。好感度表示画面とかチャート選択画面に遊び心があったり、背景がねこうヨーロッパの逃亡先によってかなり豊富に用意されてたり、あとはあの選択肢が、まあ、どれを選んでも楽しめる内容だったり、飽きさせない作りがねそこら中にされてました。で、本作の、まあ、注目点だった監視カメラの映像を見て指示を送るっていうゲームパートも、あの思ったよりもシンプルではあったんだけど、緊張感あるお話にねすごい合ってたと思います。ただ、まあ、一つだけあのシステム面でおやおやって思ったのが、SE、 あの効果音がね時々おかしかったことあの例えば握手する時の音がこうバキバキバキってねすごい音して、いや骨折れるからってじゃどんだけ強い力で握手してるねんってあの SE のせいでねちょっと集中できないことがね多々ありましたでもあの面白かったんで、個人的にはねすごい好きです3つ目、非一般人で面白いキャラたち。キャラたちは、まあ、犯罪者ってことで本当に個性的、見た目がね結構硬派なんだけど、中身はねみんなバラバラです。出身地も年齢も異なるから、常識がもう全然違くてまとまらない会話がねもう途中からツボでした。でもこうみんな一人で生きてきたっていう実績があるから、知識とか特殊技能を各々持っていて、それを発揮する瞬間はね本当に頼もしかったです。で、関係を築く過程もね丁寧だったし、もうみんなねすごい好きになれたんだけど、乙女ゲームの攻略キャラとしては個人的にはちょっとときめきが追いつかなかったかもです。多分ねちょっと見た目の好みの問題なんかなって。人としてはねすごい好きだったんで、なんか友情相棒エンドでもねなんか全然いいなって思えてしまいました。まあ、ただ あんまり他にはないキャラ設定なんで、すごい貴重やと思うし、なんか万人受けっていうよりはもうほんまに刺さる人にはもうピンポイントに刺さるみたいなね、そんなキャラたちやなって思いました。
続いて、攻略キャラの紹介と感想になります。ネタバレなしなので軽くいきます。他人を拒絶して生きる一匹狼、アッシュマイヤー、ぶっきらぼうでとっつきづらい、口も悪いキャラですでも、まあ、悪いやつではない、微笑ましいをね、こう体現したようなキャラだったと思います。自身の心も嘘で塗り固めた詐欺師、ハミエル・ルイス、はい、皮肉屋とね公式に紹介されてますが、あのマジでそれどころではないまあ強者なんだけど、こう見え隠れするねギャップがねとても魅力的でした。同僚殺しで警察に追われる沈黙の狙撃手、ジブ・バルツァー、はい、婚姻歴があって年齢は38歳、真面目で不器用、低音ボイスと、もうイケオジの代表でした真面目がゆえのね苦しみみたいなのがね味わえるお話でした。狙った獲物は逃さない、世紀の大怪盗ラミー・カリエール、人懐っこくて明るくてムードメーカー的存在です、まあ、ただちょっと自信過剰で危うく見える部分もあったりします。美しい自然を守るために悪と戦う愛の地球戦士、カミュ・アインハルト、はい、個性の塊と言えるキャラ言動がオタクっぽくてコミカルで面白いです。案外ね中身は共感できたりいいなって素直に思えることが多かったのが意外でした。罪の意識ゼロの可愛い系ハッカー、サリー・デルテスタ、自由奔放だけど、天真爛漫でグイグイ来る感じがすごい可愛いです。仕事ができて優しさも持ち合わせてて、なかなかの天使でしたそれでは、ラストはヒロイン天峰美香、すごい受け身で、まあ、何もできない系ヒロインかと思いきや、このサバイバルで急成長します。空気を読む力、相手が求めているものを察する力に長けていて、まあ、思いやりのあるヒロインだったなと思います。あと、まあ、とあるね能力を持っていて、まあ、それがねなかなかに面白かったです。それでは、好きな攻略キャラを一人挙げるとするなら、はい、ハミエルでした。見た目がねもう一番好みで、まあ、私ちょっとお肌が黒いキャラに最近ちょっとすっこぶる弱くて、はい、プラスあと思ったよりね最初冷ややかだったのがねすごい良かったです。もう落としてやっからなってねめちゃめちゃ燃えました。まとめです。展開がめちゃくちゃ丁寧に描かれていて、プレイ後充実感を得られるような作品でした。スピード感もあって、こう体感あっという間に完了したっていうような印象です。ここまで完成されているのだから、まあ、ちょっと恋愛としてのねこう萌えをキャラたちからもう少し感じたかったですが、まあ、それでもね十分な内容だと思いました。ダウンロードコンテンツもねなんかあるみたいなんで、ちょっとね私も確認してみたいなと思います。それでは、デスペラドロップスの感想は以上になります。共感していただけたり、プレイしてみたいと思ってもらえたなら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。